私だって無から飛ぶものを作り出す手は持たない。だが今この局面で必要なのはまさにその力だった。ここへ渡ってくる船の上から沈みかけの航空母艦が見えたのを思い出して道がつながった。アドミラル・アンダーセン、昔の船乗りの名前だ。この船は戦争最初の無人機空襲の時、まだ偽装中でドックの中で着底した。だから修復も早かった。アンダーセンの名は知っている。この前のオーシアの戦争で最後の戦闘機を指揮する空母から飛ばした。浸水し傾斜している飛行甲板から最後の機体を射出したんだ。それが戦争終結につながった。そんな昔話にすら私の心はしがみつこうとしている。他の連中だってみんな同じだ。失敗すれば何が来るのか、人類の歴史の終焉か。オーシア軍は艦上機の他に空軍機をこの船に乗せて占領した大陸の滑走路に運ぼうとしていたらしい。だが陸地の目の前でこんな羽目になった。大当たり。格納庫の中は宝の山だった。スクラップクイーンの腕を見るがいい。トリガーも他のみんなも聞いてくれ。作戦は成功した。エルジアの防衛戦力を無力化し、アーセナルバードだってぶっ潰した。だがあの2機の新型無人機がいる。あれらが全てを買い上がった。あのたった2機のためにオーシアとエルジア有志連合の航空戦力はボロボロだ。まともに飛べる機体があるのかさえ怪しい。しかもスクラップクイーンの話だと、あいつらは軌道エレベーターの通信機能を使って自分たちのデータを大陸各地の無人機生産工場に送ろうとしているらしい。自分自身を増産するためだ。しかも戦闘経験を積んで能力的に進化を遂げたデータに更新した上で増殖するだろう。戦争どころかこの星を人間じゃないものの手に渡すことになりかねない。俺たちは何としてもあの2機を落とさなければならない。俺たちが帰り着きたい。俺たちの家を守るためにも。さあ、俺たちにはスクラップクイーンがいる。どんな機体でも飛べるようにしてくれると言っている。最後の大仕事だ。トリガー、行こう。生きてこな。
状態に仕上げてある。キャノピーもピカピカに磨いといたぞ。空がよく見える。行ってこい、トリガー。向こうで何が見えたか後で聞かせてくれ。カシャリ、トリガー、一緒に行きたかったぜ。了解。行くぞ、ソーシャン。
海底トンネルの先は軌道エレベーターだ。トリガー、トンネルに入って無人機を追うんだ。それしかない。だがどこから出る？軌道エレベーターの真下の空間で引き返せる。それでも無謀すぎる。どこへ行くんだカウント。みんなトリガーを頼りすぎんだよ。まさか、おい無茶だカウント。おいおい、その無茶をやらせようとしてるんだろう。トリガーに奴は特別だ。俺だって、大バカ野郎。心配するな、俺は前にいた部隊で学んだんだ。トリガーについていけば生き残れるってな。カウント、状況を伝えてくれ。生きてるよ。よし、二機とも無事だな。どういう理屈でそうなるんだ。時間がない、無線はすぐに聞こえなくなる。無人機によるデータ転送にはわずかな時間しかかからない。できればその前に破壊するんだ。いたの、UAV 発見。ついに姿を現したな。ゲートの封鎖と同時に妙な音が聞こえる。まさか。
なトリガーを頼りすぎんなよ。まさか、おい無茶だ、カウント。おいおい、その無茶をやらせようとしてるんだろう、トリガーに。奴は特別だ。俺だって。この大バカ野郎。カウント、状況を伝えてくれ。生きてるよ。よし、生きても無茶だ。
機体では難しいかな。行け、お前ならできるはずだ。俺は胴体着陸を試みる。行くんだ、外の連中が待ってる。データを送ってやがるんだ。ちょっとせい、それが
るはずだ。俺は胴体着陸を試みる。行くんだ。外の連中が待ってる。もう少し燃料を減らしてからにしたかったな。仕方ねえ、着陸する。正直望みは薄いだな。よし、着陸する。
少し燃料を減らしてからにしたかったが、仕方ねえ、着陸する。正直望みは薄いがな。よし、着陸する。ダメか、もう少し、もう少し。人間の可能性をつなぐロープは残ったよ、じいちゃん。軌道エレベーターの付け根には難民たちの町ができている。今日もユークトバニアから援助物資を積んだ輸送機が飛来して空挺投下している。王女様が世界中に援助を呼びかけて、これがその答えだ。市役所職員みたいになって援助物資を配る仕事は、あの政治犯野郎がいればお似合いだったが、ベルカ人のジョルジュが代わりにやっている。ここにはタブロイドが欲しがっていた新しい体制がある。ミハイの孫娘たちも手伝っている。ミハイか、あの灰色の髪の老人もここにいる。生きて生き続けて、孫の世代がこの先の未来を作り出していくところを、何も生み出せなかった自分が眺めていかなければならないのだとは。それが罰なのか。そんな試練に耐え、大空を飛ぶ自由を失い、この身が老いて朽ちゆくことと付き合わなくてはならないというのか。そうして年寄りが年寄りらしくベッドの上で死んでゆけることこそ平和の意味なのさ。そうしたものをあの子たちはここに築き上げようとしている。今日も新しい難民たちが到着し、そして王女様は星空を眺めてる。ダークブルー、さらにその上の高み。
こえますか？Tu te souviens de nos fleurs préférées qui chantaient tout près de nous du jour de ta déclaration d'amour, les mains pleines de pensées, plus ma main dans ton dos pleura et plus tu as pleuré dans mes bras. Et un moment de silence, puis pouvait-nous tous les Je n'ai pas oublié les pensées nous.
トリガーも他のみんなも聞いてくれ。いや、アレックス、レポートのサマリーはほとんど完成している。パーフェクト。だが結論がまだなんだ。さて問題だ、アレックス。どうしたら三文星を殺さずに済む？医者の許可が出ない。そんなことだろうと思ったぜ。君、いつまで待たせるつもりだ。誰だ、あの偉そうな男は。聞こえるぞ。接続できました。いつでもどうぞ。ハワード・クレメンスだ。本作戦は私が指揮を執る。作戦の目的はアルティ旅行に停泊中の新型潜水艦を鹵獲することだ。アルティ旅行と周辺の石油施設の大部分は別の航空作戦により破壊された。あの港か、随分昔のことに思えるぜ。知ってるのか。しかしエルジア軍はその一部を修復し、巨大な潜水艦の補給と整備を行っている。問題です。その巨大な潜水艦の全長は何メートル？正解は全長495メートル。ちなみに全幅116メートル。水中排水量は推定81万トン。溶融金属冷却型原子炉2基搭載の超大型原子力潜水艦です。確かにでかいな。あんたはどこのクイズ司会者だ？デイビッド・モース、ロシア情報局先進兵器分析部の分析官です。なぜここにいない？その必要がないからだ。彼は彼のオフィス、つまり自宅から出ることなく敵の分析をする。アームチアディテクティブってわけか。続けてくれ。僕はこの巨大潜水艦をアリコーンと呼んでいます。アリコーンは潜水艦でありながら空母並みの航空機運用能力があります。また主砲のレールガン2機は強力な火力投射能力を有します。射程も推定400キロ以上。この艦のパワープロジェクション能力は空母打撃群に匹敵します。しかも先行して敵地に近づき、航空機とレールガンによるアウトレンジ攻撃が可能です。さらにこの艦には変わった経歴があります。浸水したのは4年前。移送を終えた後、収益前の試験航行に出ますが、その最中に行方不明になります。その後偶然海底で発見され、乗員356名中330名が生還しました。そこで問題です。アリコンが沈没していたのは何日間？正解は698日。わお、2年間生きてたってのか。15度傾いて着底した潜水艦内でね。それを今さら前線配備するのはなぜなんだ？アーセナルバード1機と IRBM 軍を失ったことと関係があるかもしれません。それでその化け物をぶっ壊せってわけだ。鹵獲だ。これ以上言わせるなよ。アリコーンに大量破壊兵器が積まれているという情報を現地の情報源から得た。情報源？
その証拠をつかめれば終戦後の和平交渉を有利に進められるだろう。アリコーン路獲のためオーシア海軍から揚陸艦を含む艦隊が派遣された。我々の任務は航空優勢の確保並びにこの強襲路獲艦隊の護衛だ。時間をかけると自沈される。艦隊は制空戦闘と並行して行動を開始する。おいおい、航空優勢が取れる前に艦隊を近づけるのは危険じゃないか。それを考えるのはお前たちの仕事じゃない。要するに政治のために味方艦を危険にさらすってことじゃないか。上官から口の利き方を学ばなかったようだな。本作戦には電子戦機部隊を投入する。味方の電子戦支援は強力だ。影響下にいれば相当優位に戦闘を行うことができるだろう。電子戦機の ETA は作戦開始と同時刻となる。出撃するのはストライダー隊のみだ。わお、俺は留守番かよ。ワイズマンは出撃しないのか。俺は司令部で巡哨の指揮を補佐する。作戦の難易度は低い。中隊長抜きでも問題なかろう。
鎮魂だ。準備ができ次第出航せよ。
近戦機がいるぞ。ジャミング範囲をレーダーに表示した。敵艦に近づく。狙われる。相手は人間だ。すぐ疲れる。ストライダー1、ミサイル発射。バリア2を全て撃墜。よっしゃ。よくやった。副将代、接近中の揚陸艦を敵対的な艦艇と見なし、目標とする。了解。第一目標、敵揚陸艦パフィン。目標の対象、目標はパフィン艦長。パフィン艦長。接近中。早く来た。さっきより早いぞ。
つは無口だ。クソ、やってやる。こちらエンチャンター、作戦区域に到達。いいぞ、電子戦機だ。ドレイク隊もいる。思ったより早かったな。飛ばしてきたのか。ストライダー隊、電子戦機の ESM は強力だ。ロックオン範囲やミサイルの誘導性能などの格闘戦能力が格段に上がる。これが空戦でもんよ。電子艦護衛ってのは確実で空戦が主体だったらお前ら。つまり秘伝ならもんよ。ミサイル発射。どれくらい戦い方を教えてやる。了解、進めてもらおう。あれが途中やったら起きてわかる。こちらのタイクは
敵と判断し、光線を強化する。迷うな。
全て撃墜。よっしゃ、よくやった。敵は無人機じゃねえ。こっちが苦しいだけは向こうも苦しいんだよ。副将代、接近中の揚陸艦を敵対的な艦艇と見なし目標とする。了解。第一目標、敵揚陸艦パフィン。目標の代表、目標はパフィン艦長。作戦参加中の前期、生き残るためにエンチャンターの支援をうまく使うんだ。第3目標試験通過。距離ここにあと半分。パフィンの起点艦、地震系を変換せよ。最大戦力揚陸艦パフィンの前に出る。この艦を盾にするんだ。ミサイルが敵に食いついていかねえ。敵のジャミング範囲内では無効範囲やミサイルの誘導性能が下がる。厄介だな。見たか、敵の連射戦機を撃墜したぞ。今のは良かったぞカウント。デブリーフィングで確認しよう。ミサイル命中。敵のジャミングエリア内では味方の電子支援の効果が打ち消される。注意しろ。魔法が消えちまうってわけか。
ード周囲に地対艦攻撃部隊も確認した。排除せよ。味方の低空戦闘機は残り3発だ。メトロストライダーズフォックス2メトロ敵戦機を失うのはまずい。Shut up!
作戦は完了。次の指示を伝達するまで待機せよ。待ってくれ。あのコウモリ野郎どもは何者なんだ。なぜトリガーを狙う。奴らオーシアの周波数を使ったぞ。味方機だってのか。ありえん。 IFF への返答はなかった。それとも個人的な恨みでも買ったか。戦場で味方から背中を撃たれる話ならよくある。前いたところじゃあったかもしれねえがな。なあトリガー。皆さん問題です。もういい。回線を切れ。ちょっと待って、切らないで。なぜ彼らは我々が大量破壊兵器の情報を掴んでいると知っていたんでしょう。知っていないとあの手は取れない。スパイ。猜疑心が強いのはいいことだ。少なくとも敵がこちらの手の内を読んでると仮定する必要があります。アレックス、問題だ。マティアス・トーレス大佐、アリコーンの艦長、彼の目的は何だ。目的地の候補は21。そこへの航路は違うな。主要なものだけで2405。論理的すぎるのか。主要の定義を聞きたい。アレックス、もっと感覚的に。感覚的とは。記録にあるトーレスの全発言からコラージュしてみて。重み付けは任せるけど、僕の仮説を参考に。シーパワー、前方投射、敵、チープキルが奪う命。ダメだ。ダメとは。アレックス、続けよう。じゃあもう少し感能的に。周回な16752と救済の消極的。毎分6発の安さは安全保障が前のめり。いいぞ。死に瀕する核報復の恋遺書。大量の計画が殺戮を報復160ミリ無慈悲ガイダンス。少し論理的に。1000万の救済は大陸間の檻に降るエレガントな殺戮。待って、それ、正解なのか。